はいえー、今回は、えー、この構えからの、えー、打ち込みの狙いについて、えー、解説したいと思います、はい、この形は、まあ、この定石は、ね、皆さんご存知かと思います、はい、それからこうなって、まあ、一応こう,やこうなったところ,のところですね、はいはい、まずはそうです、ね、ここの打ち込みが狙いになりますよね、はい、これはそうですね 例えばこう取りに来るとこの押さえからこうやってこう <laughs> そうですねこっちの方がいいですかねこうやってこうやる手がありましてまあ数字よくねまあこうやってやるとこうオサからこうあのかけ継ぎましてこれはぴったり生きてる格好なんですねはい <laughs> まあなので まあこのようにんもう3があるとねこうやって簡単に切ることができますね、はい、もしつなぎとかですとつないでこれ伸び打ってもう桂馬ぐらいにしちゃってもこれはあの大威張りの生きですねはいなので1と打たれるともうなかなか取る こことはできまませせん、ねはい、なんんねなかかのぐらいかもしれませんそうするとこうやって堂々とはいあの逃げることができますね。うん、まあとはね、まあんま抵抗もし苦労できないんですけどねこういうのでは、まあ、こうやってまた同じようにこうやってねあのワ、ーまあ、渡りながら渡りながらというかね あのこうやって脱出することもできますはいなのでこの構えからには <laughs> 構えにはあのこの位置が狙いとなります、はい、で続きまして今度こちらに打った場合ですねはいこちらに打った場合でもまだ狙いがありますこの,あの構えに対してははい だとしてまあ、こうやるとね。まあ、これでもいいんですけど。まあ1番やっぱり厳しいのはこうですかね。はい、その瞬間ここに打つ手が狙いになります。はい、これもこうやるとこうやって。こうやると。まあ、これはなかなか死にませんね。これでね。はい。まあ、こんな感じで。うん。取りに来るのは？そうですね。 とねこれは黒もここが切れる意味があるのでねまあちょっとダメですよねうんなのでまあちょっと14はさすがにないですもんねだからまあこの時点でもううーんと、まあ、こんなもんでしょうかこれもでもこうやってこうやればこっち取れるかもしれませんがここオえられないんではひどいですよねはい。 なのでちょっと止めようがないですねこれねうん、うん、まあこれは何かど,どこ打っても生きてそうですよねはい、うん、これは大いばりの生きですからちょっとこれに対してもなかなかうまい手段がないのでまあこんなもんでしょうかねうんこれです例えばこんな感じでもう抑えが もしねこうなるとこれでどっちか見合いであのー、しのいでますよねはいちょっとだからこの構えもですねちょっと半端でちょっと黒から次守るような手もあんまりないですしねちょっと半端な意味がありますねなのでまあいっそのことこ,このぐらいの方がいいぐらいなんですよねこの構えはうんなので うんこの構え自体あんまりこっちから広げてここあんまり広げたくない意味がありましてうんまあ初めからここに打つとかうんっていうことになりますよねまあ黒の立場からとしてはあのこのなんかこういうところに打ててあのそっくりそのままこの 一目をこうなんか取れるような形になれば理想形ですね。はい、これがそのまま死にきってくれれば黒は理想形です。はい、だから白もこの構えに対してはこの一目はまだ死に切ってませんのでね、この一目をあの活用あのできるように打っていきたいですね。後の打ち方を。はい。っていうようなはいこ,この形でした。 はい失礼いたします。